今日もお便り来てます。はい、今日のお便りは匿名希望さんかもしれないんで、はい、ちょっと適当に、まあ、あだ名つけますああ、匿名希望 M さんね。M さんで、okay、はい、いつも楽しく拝見させていただいてます、はい、ありがとうございます。社長さんが今まで食べた中華料理で一番感動したものなんですか。私は中華風オムライスを食べた時に感動したことを覚えてます、はあ、社長さんのもぜひ教えていただきたいですってことです。なるほど、中華風オムライスと要は天津飯みたいな感じのこう、ね、卵で包んであるんだね。こんな感じですね。うわうまそうだね。ドレスドオムライスみたいな感じですかね。なんかあの僕もチャーハン作ってると、うん、ついついオムライスにしちゃおうかなと思う時ありますもん。うん、うん、分かる分かる。僕ね、僕ハマったのっちゅうと18、19、免許取り立ての頃に横浜の平津楼っていう中華街、横浜中華街の平津楼っていうところにね週1ぐらいに行ってたんだけど、それはなぜかっちゅうと当時まだエビマヨというメニューが巷にそうなくて、そこで僕初めて食べた。感動しすぎちゃってむちゃくちゃうまかったんだよね。でこうまだネットもそう普及してない、だって今ね Google 先生で何でもこうなんちゅうだやレシピとか調べれるような時代なんだけど、当時はまだそういうのもなく、例えば中華の本とかでもねまだエビマヨっていうのはそう出てなかったはずなんだよ、メニューとして。そこで初めてその中華街でエビマヨというものを口にした時に衝撃的でびっくりこしちゃってね、ほんと週一でこう中華街に通ってそこの店にエビマヨをもうタレをもう根こそぎ舐めて、もうこれでも舐めるかっていうぐらいベロベロ舐めてね、何が入ってるかっていうのをね自分でこう試行錯誤した覚えがありますね。であのカメラのフィルムのケースにねもうわざわざタレまで入れてうちまで持って帰ってきて舐めてましたね。うん、それぐらいハマったのがそうだな、当時まだまだ中華料理のホテルに修行に行く前だね多分。まだ料理の専門学校行っとる頃にうんハマった記憶ありますね。はい、やっぱめちゃめちゃうまかったっすか。めちゃめちゃうまかったね、今でも覚えてる。いまだに行きたいしね。やっぱり感動した味っていうのは、ずーっと感動するんだろうねきっと。なるほどね。うん、これ昔社長さんが作った料理、うん、調べてて、はいはいはい、10年ぐらい前かな、うん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 、これ覚えてますかねなるほどなるほど、ナンパ冷やかし麺。そうですね、はいはいはい、今画面に一応写真を出してるつもり。むちゃくちゃ懐かしいねなんでそんな名前つけたのかね、何ナンパ冷やかし麺とかもうこれ見た時にもう社長さんこれ天才だなと思って。これでもねむちゃくちゃうまかったんだよ。めっちゃうまかったっすね。全然出んかったけど。そうですね、うん、これはね確かね名古屋で就職しとった頃の、うん、その大先輩のお店に、うん、僕は途中で挫折してホテルを辞めちゃった人間なんだけど、うん、そのホテルで総料理長やっとった、うん、料理長やった先輩の店に、うん、のエビマヨを食べた時に、うん、今時のエビマヨこんな感じなんだよねって言って、うん、豆腐マヨネーズを食べさせてもらったんだよね。へー。いやほんときにふと頭にひらめいちゃったのが実はこれなのよ。なるほどね。でどうしてもやりたくなって、うん、エビマヨを食ってきてるにもかかわらず、うん、ラーメンを作っちゃったっていうのがこの料理の元だね。今その先輩はね小さな担々麺専門店を屋をね、うん、やってる人でね、慶華さん、慶華さん、担々麺慶華、慶華さんね、はい、はい、そこの人がねもう大先輩なんだけど、まあうまい料理作るんですよ、うん、本当にもう憧れの人です。横手さんっていうね、うん、方なんだけど、うん、うん、それも感動の一つですね。感動の一つだね、憧れの人です、ね、はい、まあ、ちょっとこれ松本町の頃に出してたやつなんで、ああ懐かしいね。これ今やったら多分デレ売れるんだろうけどやってる間がないな多分ね。まあこんなのもありましたよって感じ。あったね、懐かしいねこれ写真僕は撮ってますから、ね、懐かしいなって感じ。もううちのメニューはずーっと長いこと翼が撮ってくれてますから ね、ありがたい。面白い、うまかったけどね、本当うまかったんだけどね。いや印象残ってますよ、うん、カリフォルニアとかね。そう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 、世界旅行使用ラーメンみたいなね。そう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 、アホなことやっとったな、ね、じゃあ今日はこんな感じで、はい、ありがとうございます、はい。